こんにちは、ダイスです。今回はポケモンレジェンズアルセウスやっていきましょう。今回は神王地方の御三家3体をゲットしに向かおうと思います。御三家の一匹ヒコザルなんですけど、ヒコザルに関するサブ任務がこちらにあるので、そちらも受けていこうと思います。受ける人はこの人、玉木さん。聞いて聞いて、私見ちゃった、見ちゃったの。見たの？赤い火の玉よ。夜に風抜け道を通っていたら、ヒュートロロって、え、また言ってるって言われてるよ。調査隊さん、信じちゃダメだよ。姉ちゃんはいつもこの調子なんだ。嘘じゃないったら、夜赤い火の玉を見たんだってば。本当なら俺にも見せてよ。じゃあね。本当に見たのにどうして信じてくれないの？あなた凄腕の調査隊でしょ？赤い火の玉なんて簡単に取れるよね。赤い火の玉取ってきてちょうだい。はい、赤い火の玉の謎、これです。願い度をつけました。ちょっと見てみよう。夜の風抜け道、ここに行ってみましょう。この依頼、ヒコザルがね、出てくるらしいので、御三家ゲットしたい時には、一番最初に受けた方がいい依頼かなと思います。とりあえず、黒曜の原野のキャンプ。風抜け道だと、どっちなんだろう。高台かな？移動して、夜に時間帯を変えてみたいと思います。高台ベースの方が多分近いと思うから、私はこっちにしました。とりあえず夜にしましょう。夜まで。そういえばボールあるかな。はい。で、依頼が出ているのが風抜け道のここですね。ここに移動しましょう。どこ？あっち。本当に地図読めないから。始まるのかな。ほい、なんか見つかってるんだけど。無理だね。困ったな、せっかく来たのに。夜はね、ズバットがよくいますよね。とりあえず倒しちゃおうかな。はい、で、私の依頼、あ、調べるがあるんだ。調べる。あ、かわいい、ヒコサルいる。あれ、降りれなくなってる？踊ってる？え、踊ってる？あ、降りてきた。かわいい。はい、ということでヒコサルと自動的にバトルになりました。これゲットできれば御三家の一匹ヒコザルをゲットしたことになります。私まだ持ってないので捕まえたいと思います。とりあえずモンスターボールから投げていこうかな。レベル12なんで、私の場合はレベル高い子しか今いないから、普通に投げた方が早いと思います。モンスターボールダメか。スピードスター持ってる。じゃあスーパーボール一個ずつ上げていってみましょうかね。黒曜の原野には野生のヒコザルもたまにね、出てきたりもするし、近いところでね、取れたりもするんですけど、いまだにね、会ったことないんですよね、実は。なのでこの依頼で絶対会えるからゲットしたい。お願い。ダメ？でも絶対倒しちゃうよね。ね、これ絶対私倒すんですよね。どうしようかな、ヘビーボール系、これならどうだ。おー、来た、さすがヘビーボール。はい、ヒコサルを捕まえました。何かあるのかな。お、ニコリ。ヒコサルを見せようになりましたね。ちなみになんですけど、ちょっと行くだけ行きますね。
ゴーカザルの親分とかが出たりするのがね、この島です。風抜け道からこっち移動してくると、ここら辺にヒコザルがね出たりもするんですよね。夜だからちょっと分かんないで、あ、いますね。そう、ここにもこう低確率らしいんですけど出たりするから、ゴーカザルもいるし、ここでもねゲットできることもあります。まだ見つかってないから、これ取れるかな。木、はい、あ、逃げちゃった。そう、こんな感じでね、ここにも出てくるので、探しに来るときはね、こことてもいいと思います。とりあえず帰りましょう。なんか今依頼がありましたよね。なんだろう、今度行ってみようかな。はい、初めて捕まえました。ふむふむ、まだ研究レベルが2です。村に戻ります。レア系のポケモンは特になんですけど、研究レベル10にしてから進化させるようにした方が、図鑑のね研究レベルを全部10にする作業の時にはすごくね楽だと思います。こっちか、夜に報告しても良いのでしょうか。一応なんか見せるになってるけど、多分普通に話しかければ大丈夫な気がするので話しかけましょう。見せてくれるの？はい、これで見せます。どっか入っちゃってるのでちょっと探しますね。ほい、この子でした。尻尾ねそう、こんな感じ。そうそう、これを私が見た赤い火の玉だわ。なんだ、ポケモンだったのね。でも本当に火の玉を取ってくるなんて調査隊って優秀ね。でも若竹にはなんて言うかしら、ちょっと憂鬱。え、火の玉助けて姉ちゃん、今目の前にいたよねよかったね。はい、これで経験値飴2個もらいました。これがね一つ信用地方の御三家をゲットする方法です。で、いるところもね、島のところにはいるので、そっちでも捕まえられるっていう感じですね。では次、続いてポッチャマがいるところに向かおうと思います。群青の海岸のこちら、ちょっと夜来ちゃったから分かりにくいかもしれないんですけど、位置はね、ここ島並浜のところに丸い池が一個あるんですけど、ここのね近くにポッチャマがね出たりするんですよね。あ、いました、いましたね。ちょっと遠くに降りましょう。見つかっちゃったりもするから大丈夫かな、ここから降りて。怪しいかもしれないけど、あ、隠れられない。どうしよう、失敗したかもしれないですね。作れないね。あ、これじゃなかった、いや、作れなかったですよね。これが欲しかったんだけどな。目隠し玉が今ちょっとないから若干難しいんですけど、こうしといて一発で取れるかは微妙だな。この位置からだとちょっと、あ、でもこっち来てくれてる。ほい、よし、よっしゃ、
ここにねポッチャマが出ます。今夜来たんですけど昼間もいるので、この位置ねまだ来てないなっていう方はぜひここでポッチャマゲットしに来てみてください。エンペルトもねいたりするので昼間の方が本当は良かったのかもしれないです。はい、ポッチャマを捕まえました。これで新王地方5三軒2匹目です。最後のナエトルのところにはこれから向かおうと思います。とりあえず村移動しましょう。続いてのナエトルがいるのはグレンの湿地のハオトの原です。とね、2本川が流れているところの外側、こっちです。位置的にはこんな感じ。ここ池がこうあるんですけど、池のね近くにねいるらしいんですよね。ここいるかな、ちょっと見えないね。ナエトル、あ、いたいた、発見。ちょっと親分もいるけど、いそうですね。目隠し玉ちゃんと用意してきましたので、目隠しして取りに行きましょう。ほい、お、入った入った、良い感じ。パラセクトの親分取れんのかな、ちょっと怖いからこっちも使おう。こっち見てる、こっち見てる、怖い怖い怖い、後ろ行きたい、後ろ。え、動くの早くない？怖い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 、取れるじゃん。はい、とりあえずここでナエトルもゲットできるっていう感じです。これが新王地方の御三家、ヒコザルとポッチャマとナエトルがいるところになります。まだ捕まえてないっていう時にはこんな感じでね3匹探しに見てはいかがでしょうか。あれ、探しに見に行ってはいかがでしょうか。そう、これであの図鑑のね登録にもなりますし、もう私の場合は一発ゲットでレベル2になってしまったんですけど、研究レベルも全て10にしてから次の進化をさせて育てていくっていうやり方をすればポケモン図鑑の成果としても上がると思いますので、やってないなっていう方はぜひやってみてください。ヒコザルに関しては島に行くよりも今私も受けたサブ任務からやるのが一番やりやすいと思うので、そちらも試してみてください。この動画が少しでも良かった方は高評価のボタン、チャンネルのご登録、コメントよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた、 See you!